バズタイムズが始まる日です。 NST さんで22時52分からです。拍手ぜひご覧ください。こんばんは。今日も寒そう、なんか最近寒くなった気がします。寒くなってきたよね。そうなんですよ、めっちゃ寒かったね。本当に一瞬でこんなくらいになるんですね。ね、なんか もうちょっとこう暖かくなってほしい。初見です、かわいいですね、ありがとうございます。お風呂もう入っちゃったのですっぴんだけど、でもそれでも許されるのでしたら。あ、そうね、なんか学校はね、制服は衣替えの時期、衣替えがもう、そうね、もう終わったのかな、わかんないけど、でも移行期間ってあるじゃないですか。冬服でも夏服でもいいよって感じ。私はこの前冬服デビューしました。はい、今日バズタイムズ始まります。22時52分からタイムズ NST さん見て、ハートありがとうございます。はい、リアタイできる人はぜひ高視聴率獲得のためリアルタイム視聴をお願いしたいのと、あとはツイッターとかでハッシュタグバズタイムズでたくさん投稿してほしいです。見てなくても見てる雰囲気でツイートしていいよね、嬉しいです。
明日はね、オンラインおしゃべり会がありますよ。明日はオンラインおしゃべり会で、あさってじゃない、しあさっては千葉に行って、ツアー千葉公演がございますので、そうね、千葉は、あ、でもなんか千葉県は結構行ったことあったみたい。そう、夢の国もあるし、撮影とかも結構行ったかな。あ、幕張メッセがあるの？そっか、幕張もあるし、なんかお世話になってる千葉ですね。今日はこういったテンションでお届けしています。陰キャっぽいさ、前回みたいな。なんかそうですね、ちょっと唇が乾燥するので保湿。落ち着いてていいテンションですか？ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じで、眠たくはないです。秋の夜にちょうどいい。ありがとうございます。今日もはるかさんの声聞けて笑顔見れて幸せ。そう言っていただいて私も幸せです。はい、なんかこうね、お風呂とりあえず入ると一旦こういうテンションというか、そんな感じ。しっとり、しっとり、ゆったり、いや、しっとりではないか。そうですね。おしとやか、はい、そうですね。こんばんは、こんばんは。あ、そうだ、なんかみんなに今度聞こうと思ってたんだけど、テニーさんのさ、025って見てますか？知ってるかな？はい、今日はおしとやかでいきます。知らない、見てない、初めて聞いた。そうですよね。たまに見ます。見てるよ。勉強しておきます。なんか農業の企画の、そのなんていうのかな、
記事というか、あのコラムというか、なんていうの、ブログというか、なんかその025って普通に Google とかで手に025とかで調べたら出てくると思うんですけど、テニーさんって誰なの？あ、新潟のテレビ局さんですね、はい、人の名前じゃないんです、局、テレビ局の名前です。そう、なんかその NGT の農業企画を今やってるんですけど、なんかその025、テニーさんの025にその定期的にあの記事、メンバーが書いた文章を、その農業をやってる姿、メンバーの姿、あの写真とともに、メンバーのこう農業を通してのことを書いてて、そうなんですよ。なんかそれもぜひ、あの今はね、確かね、青が書いたやつが、じゃがいものやつが載ってるかなって思って、そう、あ、なんか多分それはそのメンバーで、あの主にちっちゃいもんクラブなんだけど、ちっちゃいもんがあの去年から農業やってて、なのでプロジェクトリーダーということでやってるんですけど、そう、それであの順番に多分回していくそう、まだね青のやつしか出てないんじゃないかな。青はジャガイモのことを書いてくれてましたね。そう、私の書いたやつも近々上がると思うから、ぜひ上がったらツイッターとかでまたお知らせするので見てください。なんか結構頑張って書いたんです結構頑張って書いて、でまだちょっとわからない、いつアップされるんだろう。でもなんかあの結構押し通した待って、押しと、なんていうの、プッシュ、はい、やっぱりなんかあの私は無難という二文字をと全く逆の生き方を選んで、はい、やってきたというか、まあちゃんと場の環境にも馴染めるようにはなってきてるんですけど、はい、まあ、でも楽しみに待っててください。すごい夜遅くまで書いて、それで寝落ちして朝目覚めて書いて提出したから、そう、ハルルに無難なんて似合わないそうなんです。なんか私はなんか、まあでもあの柴田のトゥモローラインの時からそうだったんですけど、なんかやっぱり文章だとあのイントネーション、なんか声色とか、あの声じゃなくてこう文字だから、その大
誰でもかけるものではないものじゃないと、やっぱりファンの人が見てくれても、こうファンじゃない方にの目に留まったり、その最後まで読み進んでいこうって思えるのって、やっぱり珍しいものに人は寄ってくるじゃないですか、きっと。みんな珍しいもの、知らないもの好きでしょ。そう、あの、私は文章を書くのは苦手だけど、そういうことは意識して書いていて、結構一生懸命書いたのでアップされたらよかったら、ちょっと反響が欲しいなって事前に言っときます。でもすごい、それはあの農業に携わらせていただいて、あ、これは本当にいろんな人に伝わってほしいなとすごく思ったから、結構力を込めて文章を書きました。はい、でもちょっと政府だったんです。あの、はい、なんていうの、ちょっとテイストが違すぎるかもってとも言われたんですけど、プッシュしました。そうです。あの、押し通したというか、あの、すごいでも明確な私の考えた理由と、こうやった方がいいんじゃないかということをお話しして、はい、そうですよ。ハルルンを演出で潰さないでほしいって思う、嬉しいでもはるかもなんか自分らしくのびのびできるというか、なんか自分の言葉で伝えていいよって言われた時は結構自分の言葉で伝えていて、そうなんですよ。だからこれをくれました、東京のツーショットやサインコメント入り生写真ありがとうございます、宝物です、嬉しい、ありがとうございます。笹団子パンのインスタマジですごい、あ、笹団子パンのインスタはもうなぜかそこに力を入れてる。でもなんかその時急に笹団子パンを食べて熱くなっちゃって、笹団子パンのインスタはすごい昔に投稿した笹団子パンという、あの上越の方の笹団子パンというものがあるんですけど、それのあの
感想をインスタに上げてるんですけど、なんか熱くなっちゃって、今でもたまに読み返して、あ、そうなんだ、ありがとうございます。ポムポムプリンさん、ありがとうございます。こんばんは、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 こんばんは。笹団子のコスするの、いや、しないです。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。見た人たちの心に刻まれたと思います、ありがとうございます。わらわら、こんばんは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 。え、待って、足りなくなっちゃう何が違うの、今ね、こんばんはっていうコメントを読んで自分のこんばんはを言って、また読んで言ってみたいな。でもたくさんこんばんはが来るとキャパオーバーというか何て言うの、そう、溢れちゃう、こんばんはで、こんばんはで世界が溢れちゃう。北前行くと必ず買います。北前行きたい、大好きなんだよね、北前さん。なんかさ、美味しい食べ物というか、なんか最近なんていうの、丁寧に、丁寧に食べ物、丁寧な食べ物の食べ方がしたくって、なんか今日食べようって心に決めた、今度食べようって心に決めた食べ物は酢うどんです。はい、酢うどんです。あ、お酢の酢じゃなくて、そのままの酢ってこと。あの、あ、上品とかじゃなくて、なんかあの、なんていうのそのままの茹でてあるうどんを、私あのフォルムがすごい好きなんですよ。つるんとしてて艶やかで、ちょっと丸みのある感じのそのうどんをお皿に盛り付けて一本ずつ食べたいってすごい思ったなんかちょっと前までの私はなんかすごい食欲旺盛とかいう感じで、もうめっちゃ地球上にたくさんこう食べ物がある、なんかスーパーとかコンビニとかたくさん食べ物があるから、あのたくさん食べていこうって思ってたんですよ。そうで、でもなんかあの今はなんかそのもちもちのうどんを一本ずつ食べたいってすごい今日ふと思っちゃって、本当にやるかどうかはわからないんですけど、でもやりたいことはたくさんあって、あとね、なんかリンゴをレンチンしてる人を見て羨ましいって思った。なんかリンゴに芯があるところだけくり抜いて、なんかそこにバターを詰め込んでて細いで、蜂蜜かけて電子レンジで500ワット5分くらいでチンして、オイコスっていうあのタンパク質豊富なあのヨーグルトをかけて食べてる人がいて、それはでもちゃんとした料理、なんかおしゃれな女の子だなと思って、なんかそのなんていうの、簡単だけどそのすごい
なんていうの、一人暮らしっぽい食べ物が食べたいって思ってて、そう、なんか一人暮らしっぽくこじんまりとした食べ物を時間をかけて味わいながら食べる人って素敵だなってなんか思って、なんていうの、 YouTube とかなんていうの、その手元だけ、顔出さないで手元だけ映す人いるじゃないですか。こう収納術を紹介とか DIY しますとか、なんかあのモーニングルーティーン、ナイトルーティーン的な、一人暮らしだけどちょっと食べないね、あ、え、何、最近の一人暮らしはそういう感じじゃないの。あ、まあ人にもよるか。てかなんか私はすごくでも節約したいなっていう気持ちなんです。え、なんかこう、なんかその時によってこうでありたいが全然私変わってきちゃうんだけど、今はすごくなんか節約したい。え、でもなんか料理したいとは思わなくて、簡単じゃないと嫌だって思ってて、なんかあの食器洗ったりするのがちょっと、いや、なんか本当にそのね、だから一人暮らし、可愛い部屋で一人暮らししてる手元だけ写す系の YouTuber の人とかって、一つ一つの行動がゆっくりというか、なんかお皿とか物置くだけでなんかこうコツンって置くんですよ。なんかでも自分の今まで振り返ってきたら、なんかバッバッバーブオーみたいな感じだったから、なんかもっとコツン、トン、ポトンっていう、なんかそういう感じがいいの。そう、そういうなんか丁寧な暮らし、違う、それがリアルだって信じてるの。演出とかそのカメラを回してる時とかだけとかじゃなくって、もう本当にこの人はそういう生活、すごい丁寧な暮らし、こうなんか私思ったんですよ。なんかこう人間生まれてきてどの瞬間が楽しくて、でもその楽しいと思った瞬間が一瞬だと幸せ度は満たされるのだろうか、果たしてって思ったんですね。そういう時にやっぱり一番時間を長く過ごすのって、こうなんかあの日常というか、あの暮らし、生活、お家のでの時間が充実したり、あの心休まるもの、幸せを感じるものでありたいなと思ったんですね。その今まではすごいお家はあの食べたり寝たりお風呂入ったりなんかゴロゴロする場所って思ったんですけど、でもこうなんかお部屋を可愛くしたり、お気に入りのインテリアを飾ったりか、なんかこうあの暮らしを楽しむという点において幸せを感じたいなって、最近小越はるか的にはなんかそこにすごく日常にあのこう力を注ぐというか、お金や労力を暮らしの充実に注ぐたいと思った最近なんですね。もう私の最近っていうとここ2日3日のことのことなんですけど、でもこれは1週間2週間くらい前から思ってる。そうだからお部屋の片付けができたんです。でもこの気持ちが途絶えてろうそくの火が消えたように
ものは次使うんだから分かりやすいところに出しっぱにしておいた方がいいって思ってた小学生時代もあったんですけど、それがまた蘇ってきてしまったら、その考え方が、そしたら私の部屋はまた散らかることになるだろうし、でもなんか今人生で一番その綺麗なお部屋、綺麗な綺麗なというか、あと食欲とかもなんていうの、爆発せず一番穏やかな時間を最近過ごせてるんですよ。これ10月どこまで続くかなって感じなんですけど、でもね今ね結構ショールームも最近こうできてるし、なんかそんなにバタバタしてない。でも10月後半かな、後半くらいはちょっとバタつくのかな、どうだろうって思ってます。でもね、10月上旬は結構そう、だから今ねとっても安定してるよの報告ショールームができてる時ってまあお仕事も今日はなかったし、だからそうだし、その帰ってくる時間、なんて言うんだっけ、その帰ってくる時間がね、夜お仕事があると遅くなっちゃったり、ちょうど22時くらいにお家に着く時もあったり、まあ、22時までのお仕事だったりとか、だからそうするとショールームがねできなくなっちゃう。そうなんですよ。だからなんかそうだ、そうなんかスタッフさんにさ、こうショールームさんとなんかなんていうの、ショールーム多分さ一人一人その一応配信時間とかデータが多分取っとかれてて、なんか私スタッフさんからその去年よりもって言ってたかな、なんかすごい配信時間が減っちゃったんだねみたいなことをそう聞いて、でなんかでもできる時はすごいやってるんだけど、できる時間を見つけてはやってるはずなんだけどなあって思って、でもね24時までそんなこと言われてるっていうか、そういうなんていうの、そういうデータがあったからちょっと確認してみたいな、確認というかなんかなんていうの、明確な理由というか、違うの、そのなんていうの、意地悪で言ってるんじゃなくって、ちょっとなんて言えばいいのかな、ちょっとなんて言えばいいのかな、あれですね、そう、でもなんかやっぱり増やしてほしいってことでも多分なくって、まあ多い方が少ないよりも全然いいことはそりゃそうなんだけど、別にスタッフさん的にもっと増やしてくださいとかじゃないと困りますとか、そういうことを言われてるわけでは全然なくって、なんていうの、ちょっとなんか伝え方間違えちゃったな今そのあれだね、ショールームさんともこう連携を取ってというか、で48グループやらせていただいてて、でなんかこう
だからそれのショールームの毎月どのくらいやってるかみたいなデータ化されてて、でなんかその明らかに配信時間が減ってるメンバーの中にそのはるかの名前があったから、なんかだからちょっとそういう時に話なんかあったのみたいな、普通になんかあったのみたいな感じで聞いていただいたけど、でもむしろ私はショールームすごいやりたいんですよねみたいな、そういう、まあ、雑談というか、そうそうね、でも24時までできるようになったらこう22時超えちゃって、なんかお家に帰ってくる時が22時くらいだったら、そこからあじゃあ23時まで配信しますとか、なんかそういうなんかちょっとでもねなんかできるから、そう昼間もできないし夜も22時までだからちょっとショールームの時間ねって感じなんだけど、でも私的にはすごいやっぱりショールームそう大事だなって思ってて、何度も言ってるけどやっぱ声とか顔とかその子の雰囲気を知れたりとかするのってショールームだし、だから新しいファンの方もついてくださる方って多分ショールームきっかけっていう方もねいらっしゃると思うし、だし今いてくださるファンの方ともコミュニケーションがこうすぐリアルでこうやり取りができるじゃないですか。そうだからショールームすごい大事だなって。ハットさんありがとうございます。そうでもね10月そう今はさ10月の上旬で、10月の上旬はそんなにスケジュールも詰まってなくって、でもなんか毎月そんな感じがしますね。どうだろう、9月がすっごい忙しかった。なんで忙しかったのかちょっと覚えてないんだけど、8月9月くらいがなんかすごいバタバタしてた気がするな。追い込まれてました。もう追い込まれすぎてえどうするみたいなそうなんかでも今はあんまり何からも追われてない。まあでも学校があるから、学校があって週末は明日とかも喋り会があったりツアーがあったりツアーのリハーサルが入ったりするので、まあなんか休みはそんなにないけど、でも追い込まれてはないのですごい元気ですハットありがとうございます。
キュンです。そう、でも9月は、あ、そっか、生誕祭があったり NST 祭りに出させていただいたり、あとツアーもあったね。ユナコの卒業公演もあって、もう9月上旬って何をしてたんだろう。もうおしゃべり会、ツーショット撮影会はあって、あ、でもまあいろいろロケとかが入ってたのかな。あ、立川さんに行ってた。立川さんに行ってたわ。なんかフェスも出ましたね。サマーソング公演。あ、それだ。あ、それは9月バタバタするわ。え、なんか結構頑張ってたみたい。なんか結構9月偉い自分。なんかリハーサルの時間がサマーグッズの、あのサマーソングセットリストは結構リハ時間が短くって大変だったけど頑張った。すごく頑張ったよ。ツーショットであまりの可愛さにびっくりしました。え、嬉しい、ありがとう、来てくれて。あ、今日はね結構ゆったりめに喋ってます。でも心の中ではすごいトランポリンをもうに穴を開けるくらいジャンプして喜んでて、ありがとうございます。ぜひまた会いに来てください。ビヨーン、ビヨーン、いや、ボコン。最近何をしているのかと言われると難しいですね。
明日は土曜日なんだね。そっか、ハンギョドンいらっしゃった。あ、そうだよ、今日もハンギョドンいらっしゃります。なんかうん、今週は早かった。覚えてないんですよね、月曜日何をしてたか。でもまだ数字が若いじゃないですか。今日も10月の7日だし。でももう10月が1週間経っちゃったんだなとは思いますね。10月1日になった時に、あ、え、今日から10月ってやばくないって言った時のことは覚えてるので、あれからもう7日経ってしまったっていうと、とても早い。で、10月1日って何曜日でしたっけ？10月1日って何してたんだっけな。あれ？ツーショット？ツーショット撮影会って1日？あれ？2日だったっけ？あ、1日ですね。10月、あ、そっか、そうだ、10月2日が久しぶりのオフだった。そんな話をした。あ、めっちゃ思い出してきた。で、10月2日はひのちゃんとショールーム配信をしたんですね、コラボ配信。そうだそうだ、思い出してきた。10月1日は東京でツーショット撮影会。そう、そうだ、10月2日がすっごいなんか久しぶりの、なんていうの、何にも追われず、すごい、そう、オフ、すごいオフだったんですよ、私の中で。それでお片付けの続きをして、今の割と整ったお部屋になったんでした。そうだ、でも10月1日に明日が休みだってことで、でもカフェには行けないって言ってた。あ、そうそう、言った言った。10月2日何しようってショールームで話してたら、みんなにカフェ行けばいいじゃんっていろいろ言われたんだけど、その9月後半というか、もう3日4日くらいめっちゃ食べてて、なんかそのお仕事だと美味しいご飯がたくさん出てくるんですよ。美味しいご飯をたくさん出していただいたり、なんか差し入れをいただいたりして、なんかその場でめっちゃバクバク食べちゃって、で、さすがに調節日がないとやばいってことで、だからまあすごいオフだったんだけど、でもなんか、なんだろう、最近そう、そこ、そうだ、多分そこから違うんですよ、太るんですよ本当に。その美味しいご飯はめちゃめちゃ嬉しいんだけど、なんか私食欲がすごくって、食べるのが大好きで、なんかあの食欲は本当に隠してたつもりだけど、いつの間にか友達にバレてるみたいな。でも最近すごいその食欲を爆発させず抑えることに成功しつつあって、三日坊主にならないでいるので、
そうなのでこの調子があと 1,2 ヶ月継続して続いてくれてたらなってすごい思ってます。なんかでもね最近そう思ったのはなんか食べ物を食べて美味しいってその時は思ってもお腹の中に入ったら味はしないし、お腹の中でそのお腹の中に入ったら飲み込んでからはその食べ物の差は何もないじゃないですか。あのなんていうの、体内的にはあるけどその自分の満たされる心を満たすものとしてはなんていうの、お米を食べてもラーメンを食べてもお腹の中に入ったらもう何もないじゃないですか。口に入れてる時に感じるものは違うけどお腹の中に入った時に感じるものは食べ物って一瞬なんだなって思って、なんかちっちゃい時にそれをふと思ったんですよね。こうなんかあなんかこんなに美味しいケーキだけどこんなに美味しいケーキだけどお口の中でもぐもぐして飲み込むのってすごい一瞬だなって、そう、その小さい時に思ってたことをまた思って、味は一瞬ってこと、あそうそういうことかも。私服は一瞬、あそうそう多分そういうこと、そうなのよ。なんかあんなに美味しいものだからもっと、でもなんか飲み込まずにずっと口の中に入れてるのも違うじゃないですか。多分飲み込む瞬間が結構大事、なんか味覚で味わい、多分ごくんの瞬間も人間はにとって結構大事な時なんだと思うんですよ。喉越し、え、喉越しっていうのかなそれ、え、わかん、喉越しなんていうの、ちょっと難しいんだけど、それはビール、あ、ビールか、あーえ、じゃあ違うか、うーん、じゃあなんて言えばいいのかわかんないんですけど、明日参加するよ、え、嬉しい、待ってるね。まあでもあれですね、なんかあのたくさん食べてると、私食べ物に対して、食べて美味しかったものに対して罪悪感とか抱かないタイプだったんですけど、なんかそれが最近湧き上がってきて、それはなんでかというと、もう食べ過ぎたからっていうことですね。なんかめっちゃ美味しいんだけど、めっちゃ美味しいものを食べることは好きなんだけど、食べ過ぎたりすると、あ私食べ過ぎてるって
自分の中でこれが食べ物食べた後に感じる罪悪感かっていうものを味わうようになってきて、大人になるにつれそうですね。ハトさんありがとうございます。でもなんか本当に私最近ここ最近ですね、これはもう1、2日、3日の話じゃなくてもう1年2年くらいなんですけど、あのお母さんのご飯を食べる機会がすごい減ってて、なんか最初は夜ご飯だけだったんですよ、食べないのが。なんかお昼はまあなんかパパもママも会社で、私も弟も学校で食べるじゃないですか。でもなんか高校になってお弁当自分でご飯を持ってくようになったんですけど、最初の頃はお母さんがそのお弁当を作ってくれてたんですね。でもなんか私ももう高校生で大きくなったし、お母さんにお弁当を作らせるのは申し訳ないと思って自分で作るようになったんですよ。で高校1年生の頃でもなんか自分で作るのがめんどくさくなっちゃって、でもそれで自分で作って自分で食べるからって思って、それがだんだん適当になってきて、で最近はもう学校に持ってくものはインゼリーとかそうなって、そうですね。でなんかあの夜ご飯はあの公園とかがあったら公園のお弁当が出るから、あのその公園で出たお弁当を食べるから夜ご飯いらないって言ってたんですね。でもまあ公園がない日はもうなんかそのうちはそのお父さんもお母さんも働いてるから、その帰ってくる時間が夜遅い時とか、なんかお母さんはすごい忙しい時期はすごい本当に忙しくって、今も多分忙しい時期なんだけど、だからなんか帰りがすごい遅くって夜ご飯の時間が遅くなっちゃうのってなんか良くないって言うじゃないですか、遅い時間に食べるとなんか良くないって聞いたから、だから自分で簡易的に食べるようになって夜ご飯も家族と一緒に食べなくなって、でも朝ごはんだけはずっとね高校2年生くらいまでは一緒に食べてたんだけど、でもなんかその頃オートミールにハマり始めたから、だからみんなは白米食べてるけど私はオートミールとか、なんかそこら辺から徐々に自分の食べるものだけ家族と違うみたいなのが始まって、なんかそれがいろんなものになってったというか、なんかタンパク質を取りたいからタンパク質多めのヨーグルトとかサラダチキンとかっていうのが、そのもう冷蔵庫の中にそのはるか用のボックスがあって、これははるかのだから食べないでねみたいな、私所有するのがすごい好きで冷蔵庫の中でなんかでもそれが最初の方は良かったんだけど、だからね、でですよ、で朝ごはんを一緒に食べなくなったのは高3くらいかな、いや高2の後半くらいからかな。普通に今まではその朝7時に起こされてたんですよ。その私のお家は、私は2階で寝てるんですけど、2階の自分の部屋で、
その廊下に呼気電話のそのちっちゃい電話呼気があの廊下にポンって置いてあってね。でお母さんはそのリビングとキッチンのところで1階であのご飯を朝ご飯を味噌汁とか作ってくれてて、でできたらそのみんなより早く起きてね作ってくれてて、できたらその呼気を使ってプル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 って廊下をそうで起こされるんですよ。でその音がすっごい大っ嫌いなくらいそれで起こされてたんだけど、でもなんかあの私はその学校に行く時間があの家を一番最後に出る人なんですね。でだからギリギリまで寝てるようになって、多分お母さんも気を利かせて前日お仕事で忙しくて疲れてるだろうから、はるかはだからっていうことなのか分かんないけど、いつからかその起きその呼気で起こされることがなくなったんですよ。だから朝ごはんを一緒に食べてないので、弟はでも家族と一緒に同じ時間に食べてて、あの私よりも早く出るから、だからなんか最近発見したらしいのはその1階のとある壁の部分を叩くと、そのちょうど真上あたりが弟の2階の部屋だから、その弟の部屋だけにあのちょうどよく音が聞こえる。だからそのお母さんはその1階の部屋でいて、あのあるそのなんていうの壁をあのコンコンココンみたいな感じで叩くんですね、リズムを刻んで。そしたら弟はあのがダーって降りてくる音がしてそう、それであ来た来たってなるの。そうなんですよ、めっちゃ面白いよね。私それ自分の部屋にはさ聞こえて、この弟の部屋にしか聞こえないんですよその音は。だから私の部屋には聞こえてきてなくて、夜ご飯の時にたまたま下の部屋にいたら、なんかお母さんがそれで弟を呼んでって、そうびっくりしましたでもなんかとか、なんかはるかがちょっと今はダイエットしたいんだみたいな感じで、まあダイエットに成功したことは今まで一度もないんですけど、なんかだからそういった時になんかみんなその家族のみんなは、あじゃあはるかこれ食べないのねみたいな感じになってて、その風潮がずっとこう続いていって、で今日そのお父さんがスーパーであの明日の朝ごはんのパンを買ってきたんですね。でもうち4人家族なんですけど3つなんですよ。何を買ってきてたか見たら、あのカステラサンドかな、あの食パンの中にカステラが挟まってるパン、私あれ大好きなんですけど3つだった。え、切なくない？私もう泣きそうになっちゃった。いやそこまでは言ってない、別にいつもの光景なんだけど、なんか改めて考えて、実家暮らしなのにお母さんの手料理を一食も食べてなくて、でも別に私そのだからといって食生活が偏ってるわけでは全然なくって、あの結構健康的なんですよ。今日もミニトマトとかバナナとか白米とか、まあお菓子もちょっと食べたけど、でもちょっとだし、なんか結構アーモンドミルクとか、なんかそんなにめちゃめちゃ不健康なポテトチップスとか全然なんか食べないし、なんか食べたいってあんまり思わない。ハンバーガーとかもそんな食べないし、なんか
ジャンクフードばっかりバクバク食べて偏ったあの栄養素になってしまってるわけでは全然ないから、だから全然健康的なんですけど、でもなんかもう実家暮らしだけど自分の部屋にこもってる時間が一番長いし、家族ともご飯を一緒に食べないし、だからなんか本当に半一人暮らしみたいな、なんかそこにたまに切なさ寂しさを感じます。だからでもお母さんは結構話すんですよ。なんか何かあったらお母さんに話すし、そうだからお母さんとはたくさん話すんですけど、でも弟と本当に会わなくって、弟は学校に行って弟が帰ってきた頃には私はまあお仕事でいないとかで、弟はそのそんなに夜更かしをしないから、だから私が帰ってきた頃には、まあ、もう部屋にこもってる時間で、で朝は私はギリギリまで寝てるから会わなくって、昼間は学校にお互い行ってたりお仕事に私は行ってたりするから会わなくて、本当に会わないんですよ。うん、今会いに行こう。すごいむちゃくちゃなこと言いますね。配信しながらですか？でもこうしてるうちに、弟は今高1なんですけど私はもう高3で卒業するし、高校を、弟は高校をもうあと高2高3と段階を踏んで高校卒業して大学に行くのかどこの大学に行くのか私は知らないけど、弟はまあきっと一人暮らしとか始めるとしたら多分もうバイバイってなっちゃうから、きっと私は弟との思い出は本当にもう中学生小学生止まりってことですね。なんだろうなとふと思い想像し未来を想像してみたらなんか切なはい、ないですね。でもこの前弟と結構しっかり喋ったんですよ、久しぶりに。すごい身長が高くなってて日焼けしててびっくりしました。いやもうなんか久しぶりに会ったいとこみたいな感覚、身長が高くなっててびっくりしました。いつ越されたんだろう、越された瞬間に立ち会いたかったなって思いました。そう気づいたら声変わり、そうそうなの、なんか気づいたら声も低くなってて顔もなんか変わっちゃって、なんか違う人っていうか、なんかそのいとこもだいぶ変わってて、いとこなんてもう1年に1回会うか会わないかになっちゃってて、昔はたくさん会ってたんですけど、もっとなんか
昔はもっとふっくらしててほっぺが、あの可愛い系の男の子だったのに、なんかすごいなんかなんていうの、おもながになった多分もうシュッとしちゃったんですね。そう、うわーマジかーって思いました。可愛い系の子がというか、いとこに関してはもう頭の中にあるそのアイコン、頭の中のアイコンが私のね、そのもうちょっと昔の感じだったからのイメージしかないから、久しぶりに会った時に衝撃がでかすぎて、でもその時のことを完全に記憶してるわけじゃないから、今もなおいとこのアイコンはまだ可愛い感じの顔をしてるんですけど、ほっぺぷにょぷにょで、でもなんかすごい変わったってか、お母さんに似てるいとこ、なんかそのいとこのね、だから私のおばさんに顔がどんどん似てきてて、で私のいとこはお兄ちゃん弟妹、その3人兄弟なんですけど、その上の男の子2人がめちゃめちゃ顔が似てて、似てきてる、昔は違ったんですけど、なんか2人ともお母さんにどんどん似てって、なんかもう見分けがつかない、3人の見分けがつかない。お母さんはさすがにわかるけど、本当に困りますね。私話さなくなっちゃったから、昔はもうめっちゃなんかすごい泥団子作ったり、いたずらもしてた、トイレに顔を描いてたんじゃない、顔をつけてあげてた。あの自動でさ、パカって開く蓋なんですけど、その蓋のところにこう紙に書いたやつをペタって貼って、すごい楽しかったんですけど、その時代がなんか過ぎ去ってしまった時間を感じるし、みんな今夢中なものがあって、そのあの時のに戻りたいとか、あの時が恋しいとか思ってるのって自分だけなのかなって、寂しい気持ちになったりする時多いですね。学校においてもそう、なんか小学生の時が一番楽しかったから、でも小学校の頃の友達はみんな今もう高校3年生で、きっと一生懸命夢中になってるものがそれぞれあって、あの頃が楽しかった、あの頃に戻りたい、あの頃よかったなとかって思い出してるのってきっと私だけなんだろうなって思って、寂しいなって思いますね。でもみんなこう未来に向かってどんどん成長してっているから、私もそれに向かって頑張らないといけないなってとても思うし、新番組始まるのに暗い話だなはい、暗いんじゃないんですよ、こうなんか物語だと思って聞いてほしいです。なんかすごく、はい、なんかなんて言えばいいのか分かんないんですけど、
そうね、なんか本当に時間の流れ、時の流れの速さを今すごく感じてます。あと5分だ。なんかね、でもはるか、いろんな歌詞があるじゃないですか。いろんな歌詞の中の世界観をってすごくなんかめっちゃ共感するものがあるときにすごい感動するんですけど、本当にそうだなって思うから、なんかすごい、その昔は、そういうのは曲の中の話、映画の中の話、ドラマの中の話だねって感じで、自分は結構適当に現実は違うみたいな感じで見てたんですけど、なんか最近はすごい通ずるものがあるなと思って、それこそがなんだのーと、なんかのーと思ってだからなんか何を見てもしんみりしちゃう。何をなんか何をどんな場面にいてもどんなに楽しい人と話しててもその人が明るい人だなっていうことをなんか頭の中で文章でまとめちゃって、この人はこんなに明るく振る舞っててこんなに楽しい、だから人がすごい集まってきてみんなから愛されて、でも本人は別にそれを意識してるわけじゃなくて、周りを明るくする太陽みたいな人みたいな、なんか自分の中でなんかすごい文章を作ってしんみりしてるんですよ、いいなみたいな。やばいやばい、語ってたらあと2分になっちゃいました。それではですね、ライブランキングを読んでいきたいと思います。13位ひーさん、12位なかさん、11位クッキーモンスターメガネさん、10位さかけんさん、9位ゆららさん、8位てっちゃんさん、7位ひよぽんさん、6位ぴょんぴょこぴょんさん、5位なつめさん、4位としやさん、3位かんくろうさん、2位おしょうさん、1位ぐっちさんです。ありがとうございます。ということでゆったり配信をしたんですけど、明日はおしゃべり会があります。そしてこのあと22時52分からは NST さんにてバズタイムズが放送されるので、ぜひご覧ください。ということで今日も見てくださってありがとうございました。ショールームのフォローぜひよろしくお願いします。明日はオンラインおしゃべり会1部から7部参加させていただきますので、よろしくお願いします。またね、ありがとうございました。おやすみなさーい。